コーカサス山脈は、国海からカスピー海まで東西に走る山脈である。ロシア語からカフカース山脈とも呼ばれる。ロシアでは大カフカース山脈と呼び、南の小カフカース山脈と区別している。ギリシア神話ではコーカサスは世界を支える柱のうちの一つでゼウスがプロメーテウスを鎖でつないだ場所でもある。アラビアプレートが北上して作られた作り山体である。 ウラル山脈、カスピ海と共にアジアとヨーロッパの境をなす。山脈の北はロシア連邦領で、北コーカサス地方と呼ばれ、南はジョージアとアゼルバイジャンの領土で、南コーカサス地方と呼ばれる。西側に、ヨーロッパ最高峰のエルブルス山やカズベク山などの、広報が集まる。アルプスヒマラやつくり山体に含まれる新規、つくり山体である。 アルメニア北部を通る山脈でカピジク山が最高峰。ただし、やや南にあるアラガツ山やアララト山も小コーサスに含めることがある。以下の山は国境問題などで名称や国名が変わる可能性がある。ウィキメディアコモンズには高架サス山脈に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。